ださいよ。急にどうしたんだよ。はい、ということで皆さんこんにちは。本日は2月25日。今日は小田急線新宿駅にあるロマンスカーカフェに行ってきました。入場。いや、このシーン撮る必要あったか？冒頭では言わなかったけど、ロマンスカーカフェはこの日はもって営業を終了したんだ。え、そうなの？人気でもなかったからかな？いや、そういうわけではないんだ。じゃあなんなの？後で説明するね。ちょっと待てー。着いた頃にはフードはこれしかなかった。そんな人気なんだ。ドリンクはまだまだあったけど、ドリンクはココアを注文。ちなみにカウンター席では、目の前にいるロマンスカーを見ることができたんだ。へえ、すごい。あとなんでロマンスカーカフェがなくなったのか教えてくれ。それはね、見ればわかると思うんだけど、ロマンスカーカフェは新宿駅の構内にあって、その上には小田急百貨店があったんだ。それに何か関係があるのかな？小田急百貨店は2022年10月に閉館して、その周辺の再開発を行っているんだ。また、それに伴う駅改良工事も行うことから閉店することになったんだ。そういうことだったのか。人気なのになくなるのは悲しいね。そうだね。ところで復活する予定はあるのかしら？ないらしい。そうなのか。でも最後に行けてよかったね。そうだね。最後にロマンスカーカフェの外観とエクセアルファの発射シーンをどうぞ。最後に返金。小田急の駅構内で買い物とかすると、入場券代を返金してくれるからいいよね。ということで、ご視聴ありがとうございました。